メダですよ、おめでとう。さてことで改めてこちらディストーションカフェボリューム63、2番手を務めさせていただきます。森下栗田といいます。今日はですね、3人のアーティストで各アーティスト2ステージずつ、そして最後に合同ステージ、こちらのイベントで行います。各アーティストの物販もこちらに並んでいるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして僕、来週7月11日に誕生日を迎えるんですけども、3年前その誕生日の日に、リリースした楽曲が、ございます。1曲その楽曲、セカンドシングル、タイトル曲のだるまさんが転んだという装飾系男子の仮想ソングを1曲演奏しようと思います。だるまさんが転んだ、聴いてください。ということで、来週7月11
来週かな、再来週4月11日に、発売3周年を、迎えます。旦那さんのコロナという素晴らしいタイトル曲を1曲演奏させていただきました。僕も一緒に見た、いろいろこう横浜で歌を歌っているんですけども、4月から人は見た目が 100% っていうドラマにさりげなく出演させていただいていたんですけど、その後実は昨日告知解禁となったんですけども、7月13日から始まる、フジテレビの木曜10時のドラマ「セシルの目論」っていうドラマに、出演させていただくことが決まりました。さりげなくどこかにいるので、先生にもしよろしかったら7月13日木曜日から、フジテレビ8チャンネル、フジテレビで夜10時から、放送いたしますので、ぜひぜひ、毎週いると思うので、どこかしらに僕いると思うので、探していただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。そんなこんなでですね、一曲、ちょっとロックな曲を演奏しようかなと思います。どんなこんなか全然繋がってはいないんですけれども、一曲演奏しようかなと思います。また、先の曲に続いて手拍子もお願いしてもよろしいでしょうか。この曲は途中で振り付けもございますので、ぜひ引っ張ったらできるかなと挑戦してみてください。正直もなかったのでしたよ、それでご挑戦してください。Oh, wow.
たと思うんですけども、してくださってありがとうございます。ということで、何度も改めてます、ギター弾き語りシンガーソングライター森下くりかと言います。よろしくお願いいたします。ディストロフェスカフェ、そしてタンパコスタントラリーという他の名物イベントを一緒に開催しております。本当は天気が晴れれば上で開催する予定だったんですけども、ちょっと今日天気が、ね、不安定だったため、こう急遽地下での開催となっております。だいぶちょっと蒸し暑くて、すごいこう体力消耗すると思うので、今日ねイベント自体は、3時過ぎぐらいまで続くんですけど、あまり無理なさらず水分補給しつつ、長時間聴いていただけたら嬉しいです。長時間結局聴いてもらいたいですけどね。結局聴いてもらいたいですけど、あまり無理せず聴いていただけたら幸いです。そんなコーナーでですね、あちらに各アーティスト物販を、設けているんですけれども、僕森下くりた、来週、再来週、7月の11日の火曜日、セブンイレブンいい気分の日に、僕誕生日を、迎えます。その誕生日当日に、バースデーワンマンライブの開催が決定いたしました。こちらはですね、館内にある、横浜館内にある伊勢崎町クロスストリートという会場にて、夜の7時半から、開催いたします。平日の夜ということで、ちょっと行きづらいかもしれないんですけれども、ぜひよかったら、あちらに今富岡大輝も掲げてくれてます。すごいタイトルはですね、クリタの人生は 28% という奇怪なタイトルなんですけれども、そちらで開催いたしますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。切実に誕生日、祝ってもらえることをお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、このステージ最後に一曲だけ演奏しようと思います。僕も一緒にいた、こう音楽、いろんな、今こう先ほども言いましたけど、こうドラマにこう出演するとか、そういう挑戦もしてみたいとも思っているし、いろんなこう自分で表現できることをとにかくいろんな場で表現したいと思っております。でもやっぱりこういつまでも僕は歌を歌っていたいし、そのためにこうどうにか何かできることはないかなっていろいろ考えてはいるんですけれども、自分自身すごくあまり器用な方ではないので、ちょっと心が折れることもあったり、すごいこう器用な人を見た時に自分なんて全然ダメだとか、そういう風に思うことが多々あります。それでも不器用なりに自分なりに前に進んでいきたいと、決意を込めた歌を一曲作りました。セカンドシングル、誰もさんのこの中で CD に収録されている泳ぐ金槌という曲を一曲演奏しようと思います。金槌でもしっかり泳ぎ切って自分の見たい世界にたどり着いてやるんだという決意を感じます。最後の曲、泳ぐ金槌、金さん、申し訳ないです。ありがとうございました。
東口拠点拠点の駅にて開催予定だったこちらのイベント、雨の天候風
が天候不安定のため、地下での開催と、なりました。少しジメジメしているんですけれども、少しでも、一曲でも聴いていただけたら幸いです。ということで、7月11日に誕生日を迎えます、森下くりと言います。その日、僕、バースデーワンマンライブを開催するんですけれども、そちら、あちらにチケットを販売しております。今日は、マイ MC で言ってこうかなと思うんですけれども、チケットがまだございますので、もしよろしかったら、ぜひよろしくお願いいたします。そんなこんなで、こうやって誕生日を迎えるにあたって、イベントを開催できるのは、一緒に、僕と一緒にこう、同じ時間を過ごしてくれる方がいるからです。これからも、同じ時間を過ごしていきたいという思いを込めて、楽しんで、大体とか、気になったと思います。
になったという曲を聴いていただきました。ということで、改めまして、ギター弾き語りシンガーソングライター、森下文人でございます。よろしくお願いいたします。ということで、はい、2回目にやっちゃいましたけど、戸塚ディストフェスタでボリューム63、12時から、行っていたイベントなんですけれども、あと残すところ僕2曲歌って、ここ3ステージやって、最後に本日の出演者3組で、合同ステージと、なりました。ちょっとね、ジメジメしてだいぶ体力も使ってしまった方もいらっしゃるかもしれないですけど、あと少しだけお付き合いいただけたらと思います。そんなこんなで、今歌ったサードシングル、タイトル曲の君だったという曲があるんですけれども、この CD の中からもう一曲演奏しようと思います。ここやで、ここやでとか、ちょっとね、今日はね、行列で何度も言いたいことがあるんですけれども、7月13日からフジテレビで木曜10時からセシルの目論見っていうドラマが始まるらしいんですよ。一言のように言ってますけど、で始まるんですよ。で、そちらに出演することが決定いたしました。ありがとうございます。すごい大々的に言いますけどね、チュンチュンチュンとね、いろんなところに出演する予定なので、ぜひぜひ、フジテレビ、木曜10時、7月13日から始まりますので、僕を大いを賛成的なノリで探していただけたら、とても嬉しいです。よろしくお願いいたします。そんなもので1曲、サードシングルから、自分のプライドだとか、名誉だとか、そういうものを全て投げ出してしまいたいという、すごく弱気で強気な楽曲です。名誉返上という曲をお願いします。
Cheers.
ひらきがたいシンガーソングライター、森下くんがでした。この後は、とつかみちゃかとシンガーソングライター、本物のステージとなります。その後は、合同ステージとなりますので、ぜひぜひ楽しんで、この後も楽しんでいってください。森下くんがでした。ありがとうございました。